はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ゲーム実況者の黒と申します。この番組は、2011年7月10日に、放送されました、ニコニコ生放送の内容の、今日はラジオだという放送番組の再放送でございます。では早速始めていきたいと思います。紳士淑女の皆様、どうか最後までお付き合いをお願いいたします。では始めます。あ、どうもいらっしゃい。皆さんこんばんは、クロです。今回は、さっきか A 多いけど、今日はラジオ2だ、ラジオだ2、さっきの続きでございます。パチパチパチ、あ、どうもありがとうございます。うん、なんだろう、これスカイプで教えた方がいいのかしら。みんな一人でに来る？ OK、 全員に送ったぞ。よし、でもまだ2人しか来てないんだけど、うん、ちょっと雑、ちょっともう少し集まるまで雑談でもしてますか。もういつも私の、まあ、いつも放送事故であるが。あ、もう7名も来たの、早っ。どうも、いらっしゃい。初見さん来ないかな？初見さんが来るとなんか楽しみな。どういう印象を持つんだろうと思って。あ、なんか今いる人の私の第一印象って何でした？ちょっと聞いてみたいな。なんだろう、みんなからよく変人って言われるんですけど、女。いや、今男だと怖い、バイオ。あ、本当ですか、ありがとうございます。あ、確かに。ビビりすぎ。この間ね、リアクションがすごいって、まあ、この間っていうかさっきも言われたけど。まあ、なんか、叫ぶことは叫びますね。別にね。だってお化け怖いじゃん。なんかみんな気づいてるかわからないですけど、マイク変えたんですよ。なんか前左からしか聞こえないという話があったので、よく見てみたらステレオじゃなくて、モノラルだったっていう話で。それでステレオにしたんで、今回両方から聞こえるはずなんだが。あ、本当ですか、ありがとうございます。痛い痛い、やめろーって毎回送る。それ言ってますよね。痛い痛い痛い、やめろやめろって言ってんでしょみたいな。あ、皆さんからね、メールをいただいてすごい嬉しいですよ。だから、またどんどんくださいね。まあ、ちょっとちょっと最近テストだからもしかしたら送れなくなるかもしれないけど、うん、ちょっとログアウト気味になるかもしれませんが、もしよかったらメールしてください。まあ、今週来週過ぎればもう、はい、ありがとうございます。そろそろ本題に入っていくかね。あ、じゃあこれいこう。次の質問です。リアルのスペイン人に空耳を期待する。スペイン人つうか、まあ、なんか海外の人の英語とか聞いてるとたまに聞き間違えることがあって、なんか私の先生でネイティブの先生でオーストラリア人なんですけど、なんかニキビとビキニを間違えてた。なんかすごい、なんか僕昨日ビキニができちゃってみたいな。何ビキニって意味わかんないから。ビキニって買ってくるもんだから、で買ってくるっていうか、なんかそれ買って着るもんだからねと思って、できるもんじゃないよとか思って。確かに、どこにできたんだろうね。しかもあと、なんか毎日納豆食べてるらしくて、納豆って言ってるんだけど、何その納豆って、なんかそんな、なんか自民党的なそういうのあったっけみたいな、みんなで話したら納豆顔にビキニあるよ、おかしい。でもリアルのス
ペイン人の人に空耳、私スペイン人の人に会ったことないからわからないけど、この今度イギリスに行くんですね、ちょっと8月から9月にかけて。でそのちょっとあのもし空耳的なものがあったらメモってきますんで、皆さんよくあのスプレー用品は使うのをためらう。スプレー用品、いやスプレー用品あんま使ってないな。なんか最近夏とかになると汗かくじゃないですか。でみんななんかスプレーピシッってやってるけど、まあ、私が使ったのはあれですかね、あの中学校の時にあのプシッっていうなんかあの体にこうやって汗を飛ばすみたいな、飛ばして乾かすみたいな、あのあー、あとなんか冷やすアイシングスプレーみたいで、あの虫を凍らせたっていうことありますけど、特に体に使ってハーブでも OK、 ハーブも育っててないです。てかなんであのバイオハザードの家であんなになんかなんで鉢ごと、鉢植えごとなんであそこに置いてあるのかっていう、あんなに必要なのかって言いたいけど、うん、虫よけ、虫よけ、あ虫よけなんですか、逆につきそうだけど。友達でなんかハーブって万能だよねって、だってあのバイオハザードのゾンビ菌をっていうか T ウイルスを全部なんか予防する、予防とかあと治したりする効力もあるし、毒を治すこと、あ、まあ、ブルーハーブですけど、毒を治すこともできるし、体力も回復できるし、すごいねって、出血も止められるし、みたいな。っていう話をしてました。うん。あー、赤いハーブあんのかな？見たことないけど。確かに。確かに。抗体作ればいいのにね。うん。なんかジルさんの体にバイオの T ウイルスを相殺する抗体があるらしいですけども、うん、あそうなんですか、まあジルさんの抗体とハーブを組み合わせればまあ無敵の抗体ができるんではないかなっていう。カエルが出てきた時、カエル、あれ何、カエルって何、あの丸飲みにされてちょっと即死的な嫌なあの敵か、あれマジね、その前に作ったあの抗体、あのジルさんがあれ、これもう私動画アップしたっけ、どれだけ作ったか忘れちゃったから、でもジルさんをなんかバイオハザードで、あのTウイルスに侵されちゃって、それで、抗体を作るために、あそこに行って、まさかの、抗体作るなんか計算に戸惑って、その後カエルに人飲みにされたっていうね。しかもなんかセーブしてないから、また最初からか、みたいな。なんかもう30分以上かけて抗体作るやつ、やっと解決したにもかかわらず、またなんか飲まれて最初からになって、本当にね、意味わかんねえだろうって、なんかすごいカエルに切れた覚えがありますね。まあ、カエルに罪はないんだが、ごめんねって感じですね。まあ、じゃあ次行きましょうか。あったね。うん、ありましたね。うん。ハイジのおじいちゃんがいつ頭を吹っ飛ばして寄生体を出すのか不安で、まともにアルプスの少女ハイジを鑑賞できない。これは、まあ、ハイジのおじいちゃんだと思わなければ。だって普通にね、ああいうおじいちゃん的なのハイジじゃなくてもいっぱいいるし、うん、まあ寄生体をが埋め込まれる前は平和な村だったと、そういう話ですがね。まああいつが来たせいで、まあ村長さんから先にやられちゃったらしいですけど、まあでもハイジのおじいちゃんじゃなくても、あの頭を吹っ飛ばして寄生体が出てきたら誰でもびっくりしますけどね。その前に頭吹っ飛ばすことはしちゃいけないと思うんですけどね。りょうくんあんなに躊躇なく殺してますけど、いいんでしょうかね。ちょっと気絶させて、最初のうちだけでも気絶させて、ちょっと、動きを封じようかなっていうふうな考えはなしに、いきなり頭吹っ飛ばしましたからね。まあ、その選択肢しかないからしょうがないのだが。まあ、あるいはナイフで体を切ってみたいな。最初からなんか殺す目線で。言ってましたもんね。じゃあ次行きますか。何番です。これでいいかな、多分。次は探し物をしてるとき光らないかなと思う。確かに。
でもまあ私の場合光超光っててもガンスルーしてコーリングじゃなくて呪音か、呪音でなんかすごい光ってんのにスルーして、まあそのせいで一周またし直したっていう。まあ家の中で光ってくれてもいいんだけど、それ夜にならないと分かんないよねっていう。昼間に光られてもなっていうのもあるんですけど、まあ暗いからこそ光るんだろうと思いますけど、なんかよくファイナルファンタジーの実況をし始める前に、なんかファイナルファンタジーは RPG だから光らないから気をつけてねものがっていうの。確かに夜光ってたらなんか 目が痛すぎてできないですよね、寝れないですよね。何何っていう感じ。あ、こんなのあったっけ、そういえばっていう。何これ、なくしたうちみたいな。そんなこと言ってそうな気がするのは私だけかな。そんなはずはないと思うけどな。まあ光るというか、ここにあるっていうインスピレーションが働いてほしい黒でございます。確かに昼間まで発光したら嫌ですね。どんだけ光ってんのお前っていう。ああ確かに、逆になんか真っ暗の中でその呪音的な呪音を見てくださってる方は分かると思うんですけど、あれだけ真っ暗の中で光ってたら逆に怖くねって思ったんですけど、え、何あそこにあんのっていうのがあって、え、なんかあそこに行ったらいけないんじゃないかっていう、そういう風に思わないかなって私は思ってたんですけど、思いませんねっていうことで。で、怖いじゃないですか。でもお久しぶりですというか、まあ、さっきぶりなんですけどもね、うん、どうでしたでしょうか皆さん、今回の放送、さらに BGM が加わったことによってね、うん、いい感じになったんじゃないかという感じですけどもね、まあそこは、うん、ということで、皆さんに少しというかちょっとお知らせがございます。実はですね、今ニコニコ動画の方で実況もやっているんですけども、まあなんかこの間やったら意外とラジオも良くねと思って、うん、なんかラジオもちょっと積極的にやっていきたいかなっていうのを、まあなんか結構コミュニティの方ではラジオを主にやっていきたいなって昨日ちょっと考えてたりしたんですけども、そこでね、まあいろいろ皆さんからお便りをいただければ、まあ、それに答えていきたいと思って、まあ、噛んだけど、うん、なるべく皆さんの質問に答えていきたいという思いがあるので、ぜひ皆さん私に関する質問とか、なんか聞きたいこととか、あとはもう一度実況の動画の中でもう一度聞きたい言葉とかありましたら、ぜひメールとか、あと掲示板、まあ、その他諸々の手段で伝えていただければ、受け取りますので、ぜひ皆さん続々とメールお便りをお願いお待ち申し上げております。